藤原宮子は文武天皇の夫人、藤原夫人の長女、母は鴨姫、異母妹で聖武天皇の皇后皇妙皇后とは義理の親子関係にもあたる。史上初めて生前に小一くらいに除された人物であると同時に、史上初めて女性で小一くらいに除された人物でもあり、皇后でも皇太后でもなかったが、史上初の太皇太后となった。 文武天皇元年8月、児童天皇の上位により、即位直後の文武天皇の夫人となる。なお、これと同時に、木鎌戸娘、石川通す娘も、ヒとなっている。宮子が文武夫人となった背景には、児童末年頃に不人と婚姻関係になったと考えられている、厚地王女月長官の件、犬飼い道夫の存在があったと考えられている。 それまで焦燥官僚であった夫人は、文部即位に伴い中央政界に対頭している。ただし、夫人や、貧の制度化は、大法令語であったとすると、都の婦人号は、後世の客色で、都、木かま娘、石川通す娘は当初は、非であったが、両性導入に基づいて、貧とされ、後に都だけが、婦人とされたと解する見方もある。大法元年、 首巫子を出産した者の心的障害に陥り、その後は長く、巫女に会うことはなかった。文武や父夫人ら肉親の死を経て、723年に十二位に除され、首巫子が即位した翌724年には、小一くらい、大いごその称号を受けたが、病は言えず、737年に、やっと平友、息子天皇と36年ぶりに対面した。そして、孫、 安倍内親王が即位した749年には、不登校大号の称号を受け、754年に崩御した。去年70前後と推定される。宮古は、松宮という蔵書院を使用したとされ、宮古が崩御した中宮のを、平城宮の北の松林宮に否定する説が示された。宮古姫の葬儀は、盛大に行われ、その命日は国旗とされた。 高島正人は、宮古姫の一周期の際へはおそらく天下の発令。つまり、宮古姫が日本で最初に一周期をしてもらった人物と見る。宮古姫の命日は、国旗で亡くなった後も、東大寺の盆謀会として長く続けられた。長く苦しむこととなる病気にかかりながらも、後継ぎを生み、天皇の記載としての最低限の役割は果たした、宮古であったが、 その後継ぎである、聖武天皇には、朝霞神皇しか男子がおらず、その朝霞神皇皇居後はついに男子の後継ぎが生まれず、一族藤原氏と、多敷貴族との権力闘争なども、相まって、崩御後二十年も経たないうちに、天武皇統は事実上断絶してしまうこととなった。なお、病気回復の時に関わった僧侶が現望であり、立花処刑の下で、 元宝が権力を振るったのはこの功績によるものと考えられる。梅原武氏は、解任と天皇新朝文庫で、宮古は、不秘との幼女であり、奇襲の天であったとする説を交渉している。文武天皇が、自童大乗天皇とともに、大宝元年で生まれたとされており、道成寺及び周辺地域には、道成寺会総演儀として、宮古姫上長端が伝えられている。 和歌山県御坊市、道成寺及び道成寺へと基本にて、現在紹介されている伝承の大筋は、下記の通りである。王神天皇の時代、九人の兵士に、日高の裏が貸しされた。九人は領を制御としたため、周辺地域は、旧海市の里と呼ばれるようになった。旧海市の里に住む夫婦である早高と天野なぎさは、子宝に恵まれないことから、 宇治神の八幡宮にお祈りしたところ、女の子を授かった。そこで名前を八幡宮にちなんで、宮と名付けた。ところが、成長しても宮には、髪の毛が生えてこなかったため、両親は、悲嘆に暮れていた。ある年、旧海始の里は不良に見舞われる。その原因は、海底から刺す不思議な光であった。宮の母であるなぎさは、娘に髪の毛が生えないのは、 前世の報いと考え、里の人々を救おうと罪滅ぼしのために、自ら海に飛び込んだ。海中深く潜っていると、光り輝くものがあった。それは、黄金色の小さな観音像であった。渚は持ち帰った観音像を大切に祀った。光の消えた海は、大量続きとなったため、里人たちは、渚のことを尊敬したが、彼女は、謙虚に祈りを続けた。ある夜、 なぎさの夢に観音が現れる。夢の中で髪の生えない娘のことを訴えると、にわかに宮の髪が生え始めた。年頃になると髪も伸び、宮は神長姫と呼ばれるようになった。ある日、宮が黒くて縁のある髪をすいていると、スズメが飛んできてその髪を一本加え、飛び去った。そのスズメは奈良の都で勢力を誇っていた藤原夫人の屋敷の軒に巣を作った。 巣から垂れ下がる、長く美しい黒髪を見つけた富人は、髪の主である宮を探し出し、幼女に迎え入れた。富人の幼女となった宮は、宮子という名を授けられ、やがて文武天皇に見染められ記載となり、奈良の東大寺を建立した聖武天皇の母となった。宮子は、奈良に行っても、故郷の旧開始の里が忘れられず、 特に残してきた観音のことが気になっていた。その悩みは、文武天皇に届き、都に黒い長い髪を授けてくれた観音様をお祭りする寺を造流せよと、木道なりに直命を出した。その寺があの道なり寺だという、上記の伝承は出典により細かい部分が異なる。例えば、五房氏によれば、 宮の髪の毛を奈良に届けた鳥はツバメであり、道成寺によれば早高と、渚は村長夫婦である。前述、宮古姫上長短は、ベースとなった絵巻、道成寺宮古姫殿記の上官とも複数の際がある。例えば、道成寺宮古姫殿記では、はじめに、日高に住んでいた九人は兄弟であり、宮はそのうちの一人である。宮には、元から髪の毛が生えており、 自ら海中で発見した黄金の千術観音像を田草に包んで持ち帰っている。また藤原比人のもとに作られたスズメの巣には一畳ほどの髪の毛が見られたとの記述がある。前室の原宝は立花処刑政権の際にキビ・マキビラと共に牽制を振るったが、現行釈書には原宝が藤士室と通ずとあり、これは藤原宮子のことと思われる。宮子との三の話は、 幸福寺、ルキ七大事年表、不走略記などにも見える。また、今昔物語集、厳平清水記には、光明皇后と密通し、それを藤原弘次に見とがめられたことが、乱の演員になったとしている。もちろん、いずれも、後世の公式ではない資料であり、信用する必然性は乏しい。同様に建制を振るったために妬まれ、 早くから破壊像という話がルーフしていた道京と混同された形跡も見られる。玄宝の栄達が妬まれたこと、さらには彼の没落と死去がこれらの話を作り出したとも考えられる。いずれにしても、俗に本気によれば、都は36年間も幽霊に沈んだのに、玄宝、法師が一見しただけでその悩みが一気に解消し、長寿を全うしたことになる。 その理由として、ライトミモトヒロシは、在党経験の長い原望は、薬学的、医学的知識も、十分に持っていた可能性を指摘しておきたいと、何らかの投薬を行った可能性を指摘している。吉明子、剣、犬飼い花さん前代二千九年、遠藤緑は、俗日本記、慶運四年四月人五条の時期不改定の記事で非の、下法記事はあっても、夫人のそれはなく、 この慶運4年段階では、文武天皇の夫人は存在せず、都の身分は品であったと見る。遠藤緑、両政紀先制度の成立、日本歴史754号、開校、両政紀先の基礎的研究、日本古代の女帝と上位花輪書房、2015年 ISBN978 から4から827312782、遠藤慶太、古社教の陰期、 松倉委員について、俗日本紀と古代社会、2014年12月。高島正人、奈良時代初子族の研究1983吉川、広文館、P201、小野春勢、宮古姫よもやまばなし、2019年7月。ISBN978 から4から60001803。宮古姫物語、ご帽子ホームページ。 www.city.gobo.wakayama.jp2021 年6月11日閲覧道成寺平城系の母宮小姫 dojoji.com2021 年6月11日閲覧小野博美術藤原茂則が道成寺へとき本道成寺五次会1970年梅山秀行 日本におけるトリスタント・イズ伝承軍、群。桃山学院大学人間科学37、5から34、ライト・ミモト・ヒロシ、現暴法師と、密教2013、仏法像論集、福原隆義先生古希記,記念論文集。ISBN 978から4から796302333。ありがとうございます。